それでは優勝いたしました石倉陽子選手に対しまして日本トーター株式会社西日本支社大阪支店支店長岡田洋平様よりトロフィーを贈呈いたします,ます続きまして副賞の JCB ギフトカード1万円分を贈呈いたします それではここからは優勝いたしました。石倉洋子選手に優勝選手のインタビューを実施させていただきます。まずは石倉洋子選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前走地戸田に続く連続優勝、そして琵琶湖は連続優勝となりました。それを決めた今のお気持ちお聞かせください。非常に嬉しいです。はい、今節ゼ0。大スタートも多かったんですけれども、優勝戦も自信持って行きましたでしょうか？えっと早いと思ったんですけどね。行、はい、きました。はい。 優勝戦もトップスタートから逃げての鑑賞劇、船橋も優勝戦は良かったでしょうか。そうですね。良かったと思います。はい、そして琵琶湖は四連続優出で、琵琶湖は二連続で優勝。石倉選手自身、こう琵琶湖の相性の良さってどのあたりにあると思います。もうびっくりするぐらいいいんで。はい。もう持って読んでもらいたいです。はい。ありました。ありがとうございます。それでは、優勝いたしました。石倉優子選手。ファンの皆様へ、最後メッセージをお願いいたします。 はい今後も一生懸命走りますので応援してくださいありがとうございました改めて石倉陽光選手優勝おめでとうございました以上をもちまして優勝選手の表彰式を終了いたしますこの後は優勝選手の写真撮影へ移らせていただきますファンの皆様今節一節間のご声援誠にありがとうございました